では D 問題いきます。ルート20たすルートの5。これそのまんま25ってやるわけにはいかないです。ルートの中が同じになっていなければ、足し算はしてはいけないので、ルート20を一旦 A ルート B の形に直します。この場合、まあ2ルート5。すると、あとは、ルートの中が揃ってしまえば、文字式の足し算や引き算の考え方と同じです。この場合、ルート5の前には1が隠れています。だから、2ルート5を足す1ルートの5。だから、答え3ルートの5になります。で、次、丸2番。これもルート32を A ルート B の形に直します。そして、ルート18の部分、ここも A ルート B の形に直します。で、ここは掛け算の関係なので、このマイナス2と3ルート2、ここは掛け算してください。つまり、マイナス2と3をかけて、マイナス6ルートの2になります。すると、マイナスの2ルートの2になるので、これが正解です。では、丸3番です。掛け算に関しては、ルートがついてないもの同士をかける。そして、ルートがついているもの同士をかけます。で、ただ注意してほしいのは、やっぱり A ルート B 直さないといけないんです。なので、6×の3ルートの2になるので、この場合、18ルートの2が正解です。で、丸の4番。これもまずは A ルート B 直せるんだったら直しておきましょう。西が8、サザンが9。なんだけれども、ルートの9ってのは3のことだよね。ルートを使わなくていいんだったら、それをちゃんと整数に直す。なので、この場合は24が正解です。